どうもどうも皆さんこんにちは。テックスタイルのテルです。さあ今日の動画は Apple ID のアカウント復旧についての動画となっております。ただ通常のね、アカウント復旧の、まあ、説明する動画ではなくて、実際に僕のところに来る相談として、ごく稀なケースとして、例えば2ファクターの確認コード、電話番号で受け取れないとかですね、そもそもこの電話番号自体、キャリアの解約をしてるから受け取れないっていう方からの相談のパターンが一つ。そしてもう一つが、Apple ID のメールアドレス自体も過去に契約していた、例えばまあ、docomo.me.jp とかですね、au.com とかを使ってたので、解約してるからもう電話番号でも受け取れない。メールの受信もできないから、まあ、コード自体が受け取れないから、アカウントの復旧ができないんですっていう相談が、まあ、本当、稀なケースとしてあります。ただね、このアカウント復旧、結構ね、八方塞がりで相談に来るんですけれども、電話番号で受け取れない、ね、メールの受信ができないから、ここでも受け取れないパターンでも、アカウント復旧自体は行えますので、この後しっかりですね、操作手順とご案内させていただきたいなと思います。なので、まあ、この動画を見ていただいている方っていうのは、この問題が発生している方なのかなと思いますので、まあ、手順ね、しっかり確認していただいて、最後までご覧ください。では、スタート。はい。ではですね、この後しっかり手順と操作方法についてね、ご案内していきたいなと思いますけれども、まずは、この動画を見ていただいている視聴者の方の iPhone の利用環境であったり、設定状況、そして何よりもアカウント復旧をしなければいけなくなった、まあ、原因ですよね。これらすべて僕がね、把握しているわけではないので、ある前提条件をもとに基本的な操作をご案内したいなと思います。まあ、これはなぜかというとですね、このアカウント復旧の操作って、まあ、いろんなこうページからね、行うことができるっていうのも一つですし、間違った情報を得ている方も中にはいらっしゃいました。まあ、例えばね、このメールアドレスで受信ができなかったらアカウント復旧できませんとかですね、あるこの復旧画面を進めていくと、メールで受信ができないですかっていうのを選択するとですね、また1に戻っちゃうとかですね、まあ、そもそもそのページでやる復旧作業ではなかったんですけれども、今回僕がご案内させていただくのは基本的なところです。そして前提条件なんですが、まず一つ目としては、過去にその解約したその番号、携帯の番号ありますよね。これがしっかり把握できている。そして正しい番号であるということ。そしてもう一つが、その受信ができない Apple ID のメールアドレス。これも正しい、まあ入力ができる正しいものですね。最低この二つは前提条件としてクリアしておいてください。まあそれ以外に、例えばまあクレジットカードの情報とかね、アカウント復旧がまあ数日間かかるんですけれども、まあ、13日とかね、そういった日にちがかかるんですが、それが短くなるためには、Apple にもっとね、情報を提供すれば、復旧までのね、日数が短くなったりする場合もあります。なので、いろんな情報を出せば出すほどいいんですけれども、今回は基本的なところになるので、最低限はその過去の番号、そして、受信ができなくてもいいです。その Apple ID をしっかりね、把握できている。この二つは、せめて、まあ、前提条件クリアしておいてください。では、操作方法なんですけれども、まずはね、皆さん、お手持ちの iPhone でね、操作していただければなと思います。ある程度、操作に慣れている方、まあ、iPhone Watch のね、ページを開くことが、まあ、そういった知識を持っている方であれば、パソコンで操作していただいても、まあ、問題ないのかなと思うんですけれども、できる範囲、できる限り、iPhone 端末でね、該当の iPhone 端末で操作していただければなと思います。では、まずは iPhone の設定画面を開いてください。で設定画面を開いていただくと、まあ、下スクロールしていくとですね、メールという項目がありますので、メールを選択してください。でメールの中にアカウントという項目がありますので、アカウントを選択してください。でアカウントの中を見ていただくと、ご自身が選択しているね、例えば今使っている例えば iCloud のメールとかね、まあ、それはそれぞれ違うと思うんですけれども、必ずアカウント追加という項目がありますので、そのアカウント追加を選択してください。そうするとですね、一番上に iCloud という項目がありますので、iCloud を選択してください。これはね、通常のアカウント復旧の、まあ、作業内容になりますので、まあ、皆さんね、やられたことがあるかもしれません。そして次のページを見ていただくと、Apple ID のね、アドレスの入力画面なんですが、ここで下のね、リンク、ちっちゃい字で、Apple ID またはパスワードお忘れですかというリンクがありますので、そこをね、選択してください。そうすると、パスワードお忘れですかというね、画面が出てくるかと思いますので、ここには、Apple ID のメールアドレスを入力してください。まあ、受信ができないもので全然いいです。とりあえずね、正しい Apple ID のアドレスを入力してください。そして次にですね、電話番号の確認と出てきます。で、このページに進めたということは、
正しい Apple ID が入力されておりますので、ここまでは、まあ、順調にね、進んでるかと思います。で、ここで、以前契約していた、解約してしまった携帯のね、番号を入力してください。正しく入力してください。そうすると次がね、メールアドレスの確認とね、ここに Apple ID のメールアドレスが出てくるかと思います。で、当然、電話番号でも受信ができない、メールでも受信ができないってなると、一番下、コード送信ではなくて、その下ですね。このメールアドレスは使用できませんっていうね、リンクがありますので、それを選択してください。そうすると、メールアドレス使用できませんかっていうポップアップが出てきて、続けるっていう項目がありますので、その続けるを選択してください。そうすると、次のページでは、パスワードのリセットがリクエストされましたっていうね、ページが表示されているかと思います。まあ、実際にこう僕のところに相談に来る方や、ひょっとしたらこの動画をね、見ていただいている方、アカウント復旧をされた方は、大体ここまでの操作はできているんじゃないかなと思うんですよね。ただ、相談内容としては、Apple にアカウント復旧のリクエストはしたけれども、その回答ですよね。まあ、電話番号で受け取るのか、メールで受け取るのか、この両方ができないから困ってるんです。確認コードも受け取れないんですっていう方がやっぱ大半でした。あと中にはですね、まあ、YouTube の動画でちょっとまあ間違った情報をね、教えられた方も中にはいたんですけれども、実際のところ、ね、さっき言った前提条件をまあ一応クリアした上で、ここまでパスワードのリセットリクエスト、アカウント復旧のリクエストができていれば問題ありません。電話の受け取りもできない、メールの受信ができなくてもアカウントの復旧はできますので、その辺はね、心配しなくていいかなと思います。まあ、その理由なんですけれども、ここでアカウント復旧のリクエストがされて、例えばこれがね、朝の9時だったとしましょう。で、その9時から約24時間後に、もう一度同じ操作をしてください。iPhone の設定からメール、メールからアカウント、で、iCloud を選択して、Apple ID またはパスワードを忘れですかっていう形でね、さっき言った手順をもう一度やっていってください。そうするとですね、これ Apple のね、公式の資料でも載ってるんですけれども、このアカウント復旧の申請状況というのが確認できます。ここでずっとこう操作をしていくと、今どういう状況になっているのかっていうのがね、確認できるんですよね。で、そうするとですね、まあ24時間後ぐらいに、まあ、ひょっとしたらね、このアカウント復旧のリクエストが完了しました。で、そこからまあ何日後に、新たに連絡を入れますっていうこう文字が書かれております。ただそこでもやっぱりね、こう受信ができないので、もう一度確認する際は、また1から設定からね、こう順番に操作していってください。そうすると、その状況が更新されて、アカウント復旧。例えば、まあ、13日後とかね、日にちが書かれているかと思います。そうすると、その13日間は、もうその操作しなくて OK です。ただね、他のデバイス等で、Apple ID でサインインができたりだとか、あとまあ、この復旧のね、こうキャンセルをしてしまったりとかすると、まあ、いわゆるこのアカウント復旧のね、申請がちょっと止まっちゃうんですけれども、その間、例えば日にちを確認できたその間は、まあ、一切操作せずにですね、その日にちが経ってから、もう一度申請状況をね、確認しに行ってください。そうするとページが更新されていてて、そこで何ができるかというと、当然 Apple ID に対してのパスワードのリセット、これは必須条件です。そして新たに今現在使用、受信ができる電話番号をその Apple ID に対して紐付けることもできます。そうすればね、Apple ID キャリアになってたとしても、別のね、メールアドレスに変更するとかも、後にできますので、そのアカウント復旧自体、確認ね、電話番号で受け取れない、メールアドレスも受信できない。こういったケースの場合でも、アカウント復旧自体は完了することができますので、まあ、ぜひね、その辺参考にして、操作の方をやってみてください。では、今回の動画ではですね、Apple ID のアカウント復旧、まあ、その中でも、解約してしまった電話番号、受信ができない、まあ、Apple ID のメールですね。この2つの条件を持っていたとしても、アカウント復旧ができますよっていう、まあ、動画となりました。ただね、注意として、まあ、理解していただきたいのは、そのアカウントを復旧させるかどうかっていうのは、最終的にはやっぱり Apple の判断となります。ここの最低条件としては、やっぱりね、過去の電話番号、そして Apple ID のメールアドレスとかですね、まあ、クレジットカードね、そこに紐付けていたんだったら、その情報であったりだとか、それらの情報を Apple に出すことによって、本人確認がしっかり取れれば、アカウント復旧は行えますので、このあたりはね、ちょっとご理解していただきながら、まあ、この動画を見ていただければなと思います。ではね、ちょっと長い動画となりましたけれども、最後までご視聴していただいてありがとうございます。ではまた。